出した心理テクニック。心理学は私たちが人生をより豊かに生きるための指南書です。この動画では心理学の基礎的な概念から実践的なテクニックまでを解説し、あなたがより充実した人生を送るためのヒントを提供します。メンタルを強くするための7つの習慣。皆さんこんにちは。今回はメンタルを強くするための7つの習慣についてお話しします。メンタルの強さは、日々の生活の中で自分の心をコントロールし、ストレスに負けないようにする習慣から生まれます。メンタルが強い人は、困難な状況に直面しても冷静に対処することができ、ネガティブな感情に流されずにポジティブな思考を維持することができます。では、具体的にどのような習慣がメンタルを強くするのか、段階的に論理的に考えていきましょう。パート1。メンタルを強くする7つの習慣。1. 自分の良いところを書き出す。メンタルを強くするためには、自分自身の良いところに焦点を当てることが重要です。毎日、紙や日記に自分の良いところや達成したことを書き出してみましょう。これにより、自己肯定感が高まり、自信を持つことができます。自分の強みや素晴らしい特徴を見つけることで、ポジティブな思考が促進され、メンタルの強さが養われます。2. 適度な運動をする。適度な運動は、メンタルの健康に大きく寄与します。運動によって脳内のエンドルフィンと呼ばれる物質が分泌され、ストレスの軽減や気分の安定につながります。日常的な運動習慣を取り入れることで、メンタルの安定やストレス解消が促進されます。ウォーキング、ジョギング、ヨガ、ダンスなど、自分に合った運動を選んで実践しましょう。3. 十分な睡眠をとる。メンタルを強くするためには、十分な睡眠を確保することが重要です。睡眠不足はストレスやイライラの原因となることがあります。質の良い睡眠をとるためには、就寝前にリラックスする時間を作ることが大切です。入眠前にスマホやテレビを避け、静かな環境を整えるなど、睡眠環境を整えることも助けになります。4. バランスの良い食事をとる。栄養バランスの取れた食事は、脳の機能をサポートし、メンタルの安定につながります。野菜や果物、良質なタンパク質、必要な栄養素をバランスよく摂取しましょう。特に、オメガ3脂肪酸やビタミン B 群、マグネシウムなどは、ストレス対策やメンタルの健康に良い影響を与えることが知られています。5. 趣味や好きなことをする。趣味や好きなことに時間を割くことは、メンタルの強化につながります。自分の心に喜びをもたらす活動や趣味を積極的に取り入れることで、ストレス解消やリフレッシュが可能になります。音楽を聴く、読書、ガーデニング、絵画、スポーツなど、自分が楽しめる活動を見つけて時間を作りましょう。6. 感謝の気持ちを持つ。日常の中で感謝の気持ちを持つことは、メンタルの強化につながります。自分が持っているものや周りの人に感謝の気持ちを忘れずに表現しましょう。感謝の気持ちを持つことで、ポジティブな感情を養い、ストレスやネガティブな思考を軽減することができます。7. 人に助けを求める。メンタルの強さは、一人で抱え込まずに他人に助けを求めることでも育まれます。信頼できる人と話したり、専門家のサポートを受けることで、解決策やアドバイスを得ることができます。人間関係や困難な状況に直面した時には、頼ることができる人を見つけることも重要です。これらの習慣を日常生活に取り入れることで、メンタルを強くすることができます。ただし、一度に全ての習慣を始める必要はありません。少しずつ取り組んでいくことで、習慣化しやすくなります。自分に合った習慣を見つけ、継続することが大切です。パート2。自己理解とメンタルの強さ。次に、自
自己理解がメンタルの強さに与える影響についてお話しします。自分自身を理解することで、自分の強みと弱みを認識し、メンタルを強くする方法を見つけることができます。1. 自分の性格や価値観を理解する。自分自身の性格や価値観を理解することは、自己理解の基盤です。自分がどのような人間であるのかを客観的に見つめ、受け入れることで自己受容感が高まります。2. 強みと弱みを認識する。自分の強みと弱みを認識することで、自分の限界や課題を把握することができます。これにより、自分に合ったメンタルを強くする方法を見つけることができます。自己成長のためにも、弱みに取り組むことは重要です。3. 弱みを強みに変換する。弱みを強みに変換することは、自己成長とメンタルの強化において重要なステップです。自己理解を通じて自分の弱みを認識し、それを肯定的に捉え、生かす方法を見つけることで、自分自身をより強くすることができます。まとめ。メンタルが強くなるためには、これらの習慣を継続することが不可欠です。初めのうちは効果を実感しにくいかもしれませんが、継続することで徐々に効果を実感できるでしょう。メンタルの強化は人生を充実させるための重要なスキルです。ぜひ、日常生活に取り入れてみてください。今回はメンタルが強くなる習慣についてお話ししました。皆さんも自分自身を理解し、日々の生活に取り入れられる習慣を見つけてみてください。メンタルの強さは、充実した人生を送るための鍵となるでしょう。以上、心理学の知識を実践することで、私たちは自己理解を深め、健康で幸せな人生を送ることができます。その結果、周りの人々にも良い影響を与え、より良い関係を築くことができます。そこで、ラピュタ心理カウンセリングのホームページを訪れ、Zoom カウンセリングを受けることをお勧めします。専門の心理カウンセラーが個別のサポートを提供し、関係改善や自己理解に役立つアドバイスを提供します。詳細な情報や予約方法は、ラピュタ心理カウンセリングのホームページで確認してください。あなたの心の健康を重視し、より良い人生を送る一歩を踏み出しましょう。この動画が良かったら、いいね、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。